い、ということで皆さんお疲れ様です。念願のキスロニー5ニューバランス 990V2 のキクラですが、まあ、見事抽選で当たりお家に届きましたので、はい、ちょっとあのレビューみたいなのをねさせていただくって感じでお願いしますみたいな感じなんですけども、まあ抽選パン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 って4つ出たじゃない。でそもそもさ、抽選の時にキスの、アプリ自体がなんかちょっと大幅にアップデートされて、レイアウトだったりとかがすごい変わって、でそのアップデートされるまでになんかちょっと時間かかって、私はなんかあれ抽選あれないページがみたいな感じで、まずちょっと事件1で全然できないできないなってたんだけど、まあなんか時間が経ってその抽選ページが現れて、私はもう V2 このキクラデスちゃん1本で勝負させていただきました。抽選当選祈願をしっかりって念を入れて、で抽選バーンってやりました。で抽選発表抽選発表当日ですね、私夜外にいてて、ちょっとミーティングでチラチラこう携帯ずっとさこうやって見ながら、あれなんかあれドローイング始まったよね、ずっとずっとやりながら待ってたんだけど、なかなか連絡が来ないわけ。ほんでさ、もうスニーカーのあのインスタとか見るとさ、なんか当選した人のやつがメンションされてて載ってたりとかさ、うわもう当選した人出てるじゃん、もうどんどん焦るじゃん私。でキスのアプリがうまく作動してないっていうか、なんか不具合でドローイングが終わってないのに終わったとか書いてあったりとかしたのかな。ちょっと私の中であれ外れたみたいな瞬間があったんですよ。ドローイングエンデッドってなってたのよ。あ、もうエンデッドしてるわと思って、エンデッドしたわと思って終了かって思ってたんですけども、その後になんと E メールが届いて、ペイメントレシプトフォーオーダーみたいなのが来て、変えたんじゃんと思って、でキスのアプリの方でそれが反映されてなくて、当選みたいなババーンみたいなのが出て、みんなそれスクショしてインスタ載せてたのに、私だけそれなかったのよ、なんで。だからなんか言うたらさ、ナイキのスニーカーズ言ったらさ、ゴッデンみたいなやつあるじゃん、バーズみんながスクショして載せるようなやつが来なかったっていうね、そういう事件がちょっとあったりとか、まあまあプチ事件ですよ。 E メール来てればもう確定だから大丈夫ですよみたいなのインスタストーリーで見たので、キクラデス一本勝負で見事ゲットできたということで、もうバン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 バイ、ありがとうございます。ボックスこんな感じです。結構光沢感のある感じでね、990キクラデスは V2 でございます。サイズは6ですね。私はねキスのさところが最初はぷっくりしてる感じ伝わりますか、触ってるととても気持ちいい感じでございます。はい、でこの横の部分はキス4ニューバランスSince 2011、はいって書いてありますね。こちらも同じです。はい、でなんといってもね、今回の僕の注目ポイントはこのね、あぷっくり具合が伝わらないな、もうね気持ちいいんだ、とっても気持ちいいんだ、ここなんか伝わってくれない、伝わらないか、すごいね、あのぷっくりしてるのよ。かねちゃんねるです。ボックスの中を開けると、まずスタンスのソックスが入ってまして、これ開けていこう。キクラデス風味になってますね。で内側に来るのがこことここにスタンスとキスの刺繍が入ってますね。え、かわいいやん。しかもさ、このキスがさ、あの10周年のやつじゃん。キスのキーがここの I のところがさ X になってんの。え、かわいいやん。だからあのこのロニーのさ本もね、これ10周年の記念で出されたやつですけども、あと10周年の記念でニューエラがババ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 っていっぱい出されましたけども、それと同じ感じでね、10周年記念のキックスですよっていうことになりますよね。はい、スタンスの靴下ちゃん履かせていただきます。であと入っていたのがあの靴入れるやつ、粗めのキャンバス生地みたいな感じのね、はいはい、素敵な。でちょっとあの白っていうよりかはオフホワイト、セール系の色合いでね、こんな感じでね、同じようにねこっちにもプリントされてますっていうことですね。シューレースがねプラスで2つ付属してて、ちょっとくすんだベージュグレーみたいな感じ、ちょっと難しい色では、ロニーさんならではな色って感じでね、こう何色って言えない感じのね、通じます、何色って言えなくない、ロニーさんが作る色ってね。でこっちは薄めのグレーと白色が入ってます。
ですね。まあでも私はこのままで行こうかな。グッドボタン押しちゃうよね。ほんまここキクラデス諸島ですやん。もうこれインソールはキクラデス諸島の写真ですわ。これ要はこの日傘と、まあ、ここのビーチの色、空の色とかね、砂浜の色とかで、あとこうなんていうんですか、こういうこの寝るやつ、みんなが日焼けするのに寝るやつね、こういうやつの色を全部モチーフにして靴に落とし込んだっていう感じなのでね、このキクラデスのキックスを作るにあたってイメージになったキクラデス諸島での写真がインソールに入ってるって感じですよね。行ってみたキクラデス諸島で、アッパーは全体的にまあここまでは、スウェードです、スウェード。で、ここリフレクトの N ロゴ。で、ここもスウェード。この後ろですね、ヒールの部分の水色の部分は、これはヌバック。で、後ろキスの、まあ10周年のキスロゴがついてて、ここもリフレクト。ここも、リフレクト反射ですね。はい、中のライナーがちょっとこういつもあるような、いつもあるというか、まあ、一般的なふわふわ系のライナーです。で、前に2016年に出たキクラデスの997.5 はこのライナーがねレザーなんですよ。だからまあレザーってねちょっと滑るから嫌だなみたいな、結構賛否両論あるんですけども、このライナーになったことで私的にすごくいいのかな。かわいいな。これはちょっと本当にあれですね、春夏に履いたらめちゃくそにかわいいね。今年の流行りが結構ビビッドなカラー、まあ、ピンクだったりとかが流行るんですよね。そうそうそう、だからまあちょっとオレンジですけども、こういうちょっと濃いめなビビッドなカラーはいい感じだな。まあ、ニューバランスのいいところはね、カジュアルじゃなくてフォーマルなクラシックなワンピースだったりセットアップとかにうまくマッチしてくれるブランドだなって私は思うので、ランニングシューズなのにっていうのが私的にはすごくポイントが高いよね。見てくれてありがとうね。先ほど言った通り、過去ロニーさんが作ってもリリースしていた4足を今回10周年の記念でカムバックしちゃいましょうということで4パターン出したんですけど、まあ、1つ目がダスティーローズ。ダスティーローズはもともと 990V2 だったものが 990V1 になって書いてきたって感じですよね。全体的にちょっとダスティーなピンクでね、クラシックな感じでめちゃくちゃ可愛い。この子は先ほど言った通り 997.5 だったものが、2016年リリースだったものが今 990V2 になって書いてきたと。で、次がこれも結構人気っていうか好きな方多いね、デイトナちゃん。もともと1600だったものが 990V3 になって書いてきましたよと。で、最後がユナイテッドアローズ&サンズ、おなじみだと思うんですけども、こちらユナイテッドアローズ限定で 997.5 としてリリースされたものだったんですよ。で、その時にカニエが履いてバーンって爆発的に話題になったものだったんですけど、これ残念ながらアメリカではリリースされなかったんですよ。で、結構ロニーさん好きな感じでも、なんでアメリカでリリースされなかったんだ、もう僕が作っちゃえってことで、まあ後になるんですけども、その後に997で、まあ、同じカラーウェイ でアメリカで997をリリースしたと。で、それがまた今2022年、この10周年、まあ、2021に10周年だったんだけどね、その記念に 990V4 になって帰ってきたっていう感じですよね。昔からのファンでこのユナイテッドアローズのこの経緯ね、ことの経緯を知ってる方は胸熱みたいな、これを狙われた方も多いんじゃないかなとかちょっと思ったり、まあでも私はね、やっぱこのキクラですのカラーウェイにね、もうねベタボラしてて、いつか欲しいなーって本当に思ってたので、この10周年での V2 になって帰ってきてくれたのはね、まあ、超嬉しかったね。カネちゃんこうロニーさんってこういうなんか思い出の場所だったり印象に残った場所だったり物事を靴に落とし込むの上手だよね。すごく上手だなって思う。うまく配色しちゃうし、なんでこんなに綺麗に収まっちゃうんだろうって。だってさ、水色とオレンジなんてなかなか結構挑戦的なマッチングじゃない？なのにさ、これだけうまく収まるって本当に多分ここの他に使う色合いがうまいんだろうね。だからこう、うまく調和してさ、綺麗な一足というか作品になってる感じがして、私はロニーさんの靴本当に大好きね。私もこの子のキクラデスちゃんとね、楽しいスニーカーライフを送りたいと思います。はぁ、嬉しいな。なんか一足にかけてたからさ、もう余計に嬉しさ倍増。
ということで本日も動画見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、あとコメントもぜひ、キスについてだったりとか、今回の10周年のね、4作出されたことで何かあれば、レビューだったりとか、こういう思い出だったよ、変えなかったよ、変えたよ、みたいな思い出あればぜひ教えてください。カンバセーションしましょう。あと概要欄に、インスタグラムの URL 貼ってありますので、ぜひそちらも飛んで、ちょっとカッコつけてるインスタグラムやってますんで。そちらも飛んでぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバーイ。